こんばんは、ゲーム動画でいこうです。はい、なんだったっけ、カルチョビット、あーですね、久しぶりになるんで慣れてません。しかしボール大きい、すごいですよね。というわけで今回いきたいと思います、開幕まであと5週ですね。選手ですけど、フィニアスっていう選手がいるんだ。さあ、誰とやるか、やっぱり強いのとやらないと練習と言えないですよね。今回も、練習試合を2試合やっていきたいと思います。さあ、キックオフ。おっと。さあ、ちょっと流れたがクラリス。うまいですね、サチコ。うまくあのコースに入りまして。さあ、エリカ、決めた。ヘディングで決めてきました。さあ、座禅を送ります。サヨ、ナイス。サヨがセンタリングを上げて、ここに、ユーナですよね。ユーナもなかなか強烈なシュート叩き込めるようになってきましたよね。やっぱ試合に出るって大事ですよね。さあ、羽生田、キーパーが、お、ファールにはならず。ここも簡単に取られてしまいました。ファールではない。ちょっと結構苦し紛れのような。押し切り決められてしまいました。やり水
ズすごいですね。さあ、節子決めた。さあ、突き出します。ジャネットが上げて、ディフェンダー同士ですよね。試合終了です。気持ちいい勝利ですよね。ここで繰り返して、この簡単が結構決まりやすいんですよね、このゲームは。隙をつくことが大事なゲームです。能力というより、言うな。このボレーは見事でしたよね。やっぱり勝ってるシーンは流したいですよね。さあ、押し切りに決められてしまって1点差に詰められます。このセンタリングが見事で、抜け出した節子がヘディングで決めました。ディフェンダー同士っていうのはいいですよね。結構微妙ではありましたが、勝つことができました。課題は7ついただきましたね。これも比較的多くいただけたんで、嬉しいとこです。臨時コーチ？ケイさん。おー、熱烈なサポーターということで。なんと13個ミーティングを手に入れました。さあ、 N1 は函館ペンタゴン、つくばだがま、たやまみラジオありますね。函館ペンタゴン行ってみましょう。やおい、ノイする。ユナ決めました。ユナいいですね。ユナ座ってきてます。
熱い。ユナ、あ、惜しい、左側です。うまいですね、この辺。うまいというより大事ですね。まどか、高さではかなわない。すごい、これ気をつけないと。さあ、ナーコ。スピードが良くなりましたね。これ折り返し、ワンツーもいい。ユーナから、マドカだが、これを取りきれない。出しましたね。さあ。ここはしっかりボールをキープして、ボールキープ力の弱さもあれですか、あんまり。上位戦っていくにはスタミナ的に厳しいものがありますからね。窓か、このスルーが見事、相手を翻弄します。さあ、みゆき決めないか。ここで試合終了。ただ、1対0で勝利することができました。このユーナのヘッドですね。ユーナの本当に成長が著しい。なかなか芽が出るのに時間かかりましたが、ここへ来てようやく戦えるユーナになってきました。楽しみです。課題は5ついただいております。はい、広告を見て課題を6ついただきました。さあ、これで残り3周ですね。まずはキーパーだ、これ。いよいよキーパー来ましたね。フォルティーヌ、ハマーついた選手なんですね。はい。おーっと、すぐに契約まとまりました。これで、本職キーパーが手に入っちゃいましたよ。チーム編成を見ましょう。これでハルカが加わったことによりカルメンを元に戻せますね。みゆきとかのクラリスの年俸はちょっときついですね。ここからは本当費用対効果を見ながらの戦いになりますよね。さあ、ディフェンダーに戻します。2000万のこの数値でカルメを育て続けていいのかっていうのはありますよね。しかもそんなにポテンシャル見てても伸びしろないですからね。悪いですけどカルメ解雇です。感じちゃいますよね。後ろが3つが CBC なんで比較的コスパがいい。ただポテンシャルがもうピーク来ちゃってるのが気になりますよね。
というわけで練習試合をこなしつつも選手は入れ替えを行いました。このはるかという本職キーパー、つい2人目のキーパーですね、獲得いたしましたので、この状態でどんどん進めて力をつけていきたいと思います。まあお金の気にしないといけないんですけどね、ちょっと今年はガンガンいってもいいのかもしれません。まあ練習です。はい、どんどん少しずつチーム力が上がってますし、本日の練習試合見てても優奈が鋭いシュート確率に決められるようになってきましたからね、時間はかかりましたがようやくこの優奈が育つようになりましたよ。まあとはいえもう優奈ポテンシャルがマイナスになってきてるんですけど、このパラメータイ650万っていうのはなかなか優秀ですからね、育ててきた。2号すごいな、このパラメータで200万ってコスパ要素っていうのがすごい大事になってきますよね。やっぱり最初からいい選手よりポテンシャルは低下は避けられないけど、育てた方が年俸の上げを抑えられるのかということに気がつきました。次回も練習試合やってきて、いよいよ開幕といきたいと思います。ぜひぜひお付き合いください。チャンネル登録、高評価も励みになりますのでよろしくお願いします。はい、この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。よろしければ見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲームは